はい、皆さんこんにちは。本日はね、群馬県立館林美術館にやってきました。で、本日の見てきたものは、はい、これね、夢と自然の探求者たちということで、19世紀幻想版画、シュールレアリズム、現代日本の作家までということで、まあ、4月の22から6月の25日までやってる企画展ですね。これはね、もうね、なんつうのかな、基本版画なんですよね。版画。版画つっても、小学校とかでやる木版画じゃなくて熊野プーさんの本とかにある挿絵みたいなのあるじゃないですか。ああいう感じの、版画ですね。ああいう、あれはない、エッチングっていうのかな、金属の銅板かなんかのを削ってやる版画ですよね。そういった感じのね。だから詩画集とか詩とか、あとそういう、あれ物語系もあるのかな。とにかく本とかもいらないですね。本の挿絵とかに使われるような、その版画ね。版画、幻想的な版画を中心に置かれて、で、あとは、なんだろう。あれじゃないんですよ。よく絵で言えば、絵を見に行くといえば、ほら、結構絵っつうのは写実的に、見たものをまんま描くのが絵じゃないですか。むしろ今回は、見たものではなく、感じたものを描かれたような絵がたくさん展示されてますね。で、あとね、その絵だけでなく、こういったなんか立体的な造形物とか、銅像とか、まあなんだろう。で、作家も別に一人っていうわけじゃなくて、いろんな人の作品が、展示されていて、なんだっけな、まあ結構有名なところだと、まあまあ、ピカソとか、いろいろいた気がするんだけど、いろいろいて逆にわかんなくなるっていう。まああとね、群馬出身の作家とか、あと、結構このなんだろう、最近こう美術館行って目につく名前の福沢一郎さんの絵とか、そういうのもね、飾られてましたと。まあ、とにかくその写実的な方向ではない方向に振り切ってる絵ばっかなんで、もうデザインとかグラフィック画みたいな、そういった感じですよね。逆に写実的な美術館って言えば、写実的なこういう田園風景とかをそのまんま綺麗に描いちゃうとか、そういった方の美術館はちょっとなって思ってる人は、むしろこっち来た方が刺激があるかもしれないですね。写真とか、いろいろ出てます。そんな感じで。まあ、とにかくね、あとあれだね、絵、そういう作品数も多いんだけど、何よりね、説明してある文章がすごい多い。読むものが多いです。なんで、結構勉強になるけど、多分ね、一回じゃね、全然なんか読んでもなんか内容入ってこないんで、こういったな、幻想的なシュールレアリズムをちょっとね、見ておきたい、知っておきたいって人はね、何回かこう、通ってみたらいかがでしょうか。縦火って何かなと思ったら、あれなんだね。館林美術館の略か。館林美術館か。まあ、そんなわけで、まあ、とりあえず、群馬県立館林美術館、夢と自然の探求者たちについてでした。では、皆さん、お疲れ様です。なかなか面白いんで見てくるといいんじゃないでしょうか。では。